フルニトラゼパムとは、ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤である。商品名サイレースで販売。ロヒプノールは2018年に販売中止。一般的に、睡眠薬としてのフルニトラゼパムの処方は、特に入院患者など、他の催眠薬に反応しない慢性、または重度の不眠症の短期間の治療を目的としている。 フルニトラゼッパムは、投与量ベースで最も強力な、ベンゾジアゼピン睡眠薬の一つとされている。他の催眠薬と同様、フルニトラゼッパムは、慢性の不眠症患者に対して、短期的、豚腹的に限って使用すべきである。不眠症には、就寝直前に服用する。連用により依存症、急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。 日本のベンゾジアゼピン系の乱用症例において最も乱用されている。日本の麻薬及び抗精神薬取締法の第二種無期精新薬である。抗精神薬に関する条約のスケジュール3に指定されており、これは1994年に他のベンゾジアゼピン系よりも強い乱用の傾向から一段階昇格したことによる。アメリカでは 医薬品として承認されたことはない。日本の精神価治療薬の内科上摂取時に致死性の高い薬の4位である。1970年代前半にスイスの露ュ社が開発し、1975年にヨーロッパで販売を開始された。日本では1984年3月に日本露出からロヒプノール、エーザイからサイレースの商品名で販売を開始し、 後に各社が、後発医薬品として、フルニトラゼパムを販売する。2018年に、権利以上によりロヒプノールは販売中止。フルニトラゼパムは、他の多くのベンゾジアゼピン系薬剤と同様に、鎮静、抗不安、抗経連及び筋弛緩作用を有する。鎮静作用に限っては、ベンゾジアゼピン系に分類されるものの中では、効力化とされ。 治療範囲での投与量で比較すると、ジアゼパムのおよそ10倍の効力を持つとされる。ゆえに投与量は、ジアゼパムの10分の1である。抗不安作用も強い。また、抗経攣作用や筋弛緩作用は、やや少なく、ジアゼパムと同等もしくはそれ以下である。効果は、比較的速効性で、蛍光投与時の効果発現はおよそ15から20分。およそ1時間後に、 血中濃度が最高に達し、投与後12時間目までの半減期は、およそ7時間、消失半減期はおよそ20時間である。作用持続時間は6から8時間であり、ベンゾジアゼピン系の中では、中時間作用型に分類される。効果の持続性も他のベンゾジアゼピン系、睡眠薬より長い。作用基準は、抑制性ギャバニューロンのシナプス項膜にある。 ベンゾジアゼピン受容体に結合しギャバ神話性を増大させることでギャバニューロンの作用を特異的に増強することによると考えられている。アルコールとの併用で比較的高い確率で健忘を引き起こすことがあるためアメリカ、イギリスなどでデートレープドラッグとして合姦等に利用された。被害者が健忘によって薬を飲まされた間や その前後に起こった出来事を覚えていないことが多く、加害者が特定されにくかったためである。また、ヘロインやコカインとの併用で効果を高めたり、変調することや、メダンフェタミン、アンフェタミンといった、覚醒剤の使用によって起こる不眠などの副作用に対抗するために乱用された。1997年に商品名ロヒプノールのアメリカ合衆国での製造会社は、 飲料に混入しても無味無臭であったことから、錠剤を緑色の長方形にし、液体はく染めるように改良した。2015年には日本でも厚生労働省が通知を出し、中害製薬と栄剤は2015年10月出荷分から錠剤内部に青色色色素を混和し、粉砕したり液体に溶かすと、青色の色素が拡散するよう、錠剤の変更を行った。 ヘロインやコカイン乗用者はその効力を増強するためにフルニトラゼパムを併用するケースがある。スウェーデンでの調査ではフルニトラゼパムは自殺目的で2番目によく使われる薬であり15%を占めることが分かった。過去のスウェーデンでの調査では解剖の際に血液検査を実施した1587例のうち159例にベンゾジアゼピンが認められた。 このうち、自然死は22、自殺は60であった。自然死と自殺との比較では、フルニトラゼパムとニトラゼパム濃度が自殺者においては優位に高かった。4例ではベンゾジアゼピンが唯一の死因であった。いくつかのベンゾジアゼピンは、特にフルニトラゼパムは、かつて考えられていたよりも毒性が高い可能性がある。フルニトラゼパムに過敏症の気往歴のある患者、 急性境遇角緑内症、重症筋無力症の患者には近畿、呼吸機能が高度に低下している患者には原則、近畿である。アルコール、中枢神経抑制剤、モノアミン酸化酵素阻害薬、締めジンとは、併用に注意が必要である。主な副作用は、ふらつき、眠気、倦怠感等、集中力低下である。健忘や、脱抑制も、比較的多く見られる。 重大な副作用としては、依存性、刺激興奮、錯乱、呼吸抑制、炭酸ガスナルコーシス、意識障害などがある。また稀に、肝機能障害、横断、黄ンス自由解消、悪性症候群などがある。特に、大量連用によって薬物依存を生じることがあるため容量を超えないように注意する。アルコールと併用すると、 中枢神経抑制作用が増強され、かつ肝機能障害のリスクが増大するため、併用は禁忌である。また、ビタミン B2 や B6 の吸収を阻害する作用を持ち、常用することで、目の充血や皮膚炎を起こす。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、 急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認。 また慎重に少しずつ減量する胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には日本の診療ガイドライン5つ日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ベンゾジアゼピンと非ベンゾジアゼピン系を含めた日本の乱用症例において1位である。日本の研究では乱用者の35%が1年以内に自殺祈祷を行っており、 アルコールや覚醒剤の乱用者より、はるかに高いとされる。フルニトラゼッパムは、他のベンゾジアゼピンと同様、身体依存、薬物依存症、ベンゾジアゼピン離脱症候群を引き起こす。服薬中止によりベンゾジアゼピン離脱症候群を引き起こす。突然の弾薬は、発作、精神病、深刻な不眠、深刻な不安など、深刻な離脱症候群をもたらす。 短期間の夜間の短剤投与であっても、典型的には服薬中止時に、半調性不眠により睡眠の質を悪化させる。致死性110種類の精神化治療薬を過剰摂取した、日本のデータから過剰摂取時に、致死性の高い薬の31位である。フルニトラゼパムはデルタ波を減少させる。ベンゾジアゼピン系薬物はデルタ波に影響を及ぼすが、その作用は、 ベンゾジアゼピン受容体への作用によるものではない可能性がある。デルタ活動はノンレム睡眠深度の指標であり、深いデルタ睡眠レベルは良い睡眠をもたらす。したがってフルニトラゼパムは睡眠の質を劣化させる。不眠治療ではシプロヘプタジンの方がベンゾジアゼピンよりも優れ、脳波調査によると睡眠の質を向上させると言われている。それは軽眠をもたらす。 可能性がある。フルニトラゼパム弾薬時には、反調作用が弾薬後4日、程度発生する。日本では麻薬及び、抗精神薬取締法における、第2次無期精神薬であり、入手には、処方箋を要する。ありがとうございます。